作業着の男これは友人が話してくれた体験を私が投稿用にまとめたものです以下友人目線で話を書きます私は高校を卒業してすぐに地方の食品会社に 工場スタッフとして就職しました。この話は毎日の慣れない忙しさにもようやく馴染んできた頃の出来事です。ある日、いつものように仕事をこなし荷物を運んでいると、工場用の白い作業靴を履いた足元が視界に入りました。 狭い通路だったので、すみません、と声をかけ、相手を確認しようと顔を上げました。しかし、そこには誰もいません。見間違いだと思い、その時はあまり深く考えなかったのですが、それが始まりだったかのように思います。以降私は、 頻繁にそれと遭遇することになったのです。部署内の掃き掃除を行っていると、隣に作業着姿の人が立つ気配がしたので、誰か何か用かなと思い顔を上げるも、そこには自分しかいない。食品保管庫のすりガラスの向こう側に誰かが動いていたのを、 確かに見ているのに、扉を開けると誰もいない。手元に集中して作業を行っていると、すぐ隣で作業着の誰かが一緒に作業を始めたので、確認をしようとするも、やはりそこには誰もいないのです。それは、 いつも工場内で着用されている作業着姿で、私が姿を確認しようとすると消えてしまいます。気味が悪かったけれど、実害もなく、職場以外でそれを見ることもなかったため、あまり気にしないことにしていました。その矢先にことは起こりました。 7月の終わりのとても暑い日でした。私は仕事中、聞き手をローラー型の機械に巻き込まれるという事故に遭ってしまいました。機械に挟まれた私の手はなかなか抜けず、悲鳴を聞きつけて同僚の何人かが駆けつけてくれました。 痛みでパニックになりながらも、ふとその中に見覚えのない人物が混じっていることに気がついたのです。その人は50代くらいでしょうか。初老の男性でした。顔には全く正気が感じられず、ただ真顔でじーっと 痛みに倒れ込む私を見下ろしていました。ああ、いつも自分のところに現れていたのはこの人だ。それどころではないはずなのに、なぜか冷静にそう確信しました。その瞬間私は意識を手放し、次に気がつくと、 病院のベッドの上でした。私は全治3ヶ月という大怪我を負ってしまいました。そしてそれ以来、ぱったりとそれを見ることはなくなったのです。ですが、このお話には続きがあります。 治療とリハビリを終えて会社に復帰した私は新しい部署に移動になりました。ある日、移動先で仲良くなった先輩から相談を持ちかけられました。それは幽霊を見てしまったかもしれないというものでした。現場主任だった先輩が 消灯の終わった部署内を点検して回っていると暗い部屋の奥にうなだれた作業着の男性がいることに気がつきました担当部署の作業員はすべて返したはずなのに誰だろうと思いながらも声をかけようとした瞬間その男性は先輩の前でふっ 消えてしまったそうです。もしかしたらそれは私のところにも現れていた男性かもしれないと思いましたが怖がらせてしまいそうで先輩には黙っていることにしましたその後その話をしてくれた先輩は職場で原因不明の転換を突然起こし 休食を余儀なくされました。偶然か必然か、先輩が倒れたのは例の作業着の男性を目撃したと教えてくれた場所でした。先輩の休食中、職場は工場に出る幽霊の話題で持ちきりでした。どうやら先輩は 私以外にも作業着の男性の話をしていたようなんです。そうして次第に自分も見た、または見たかもしれないという人たちが現れました。それを目撃した人たちのほとんどが大なり小なり怪我や病気をする前にその作業着の男性を 目撃していたそうで、自分の体験と酷似した話ばかりでした。作業着の男性は警告をしてくれていたのでしょうかそれとも、それを見てしまったから怒ってしまったのかそんな話題もなりを潜め、先輩も 無事復帰を果たした翌年、私の部署にも新卒の後輩が入社してきました。当初明るく元気の良かった後輩は、日に日に何かと思い悩むようになり、ついに先日、ぽつりと、最近、頻繁に変なものを見るんです、と言い始めました。 後輩に何事も起こりませんようにと強く願う毎日です。以上が友人の話です。この話を聞いたとき心底ぞーっとしました。また余談ですが、この話を聞いた際彼女は 三週間前くらいから左肩だけが異様に痛いと言っていたのですがこの話を書き終えた途端に肩が軽くなったそうで重くなるならまだわかるのですが軽くなるとはと不思議に思いました彼女が健康であることに 越したことはありませんが CA 7年ほど前の 海外出張での出来事当時私は商社でトレーディングの仕事をしており一ヶ月に二三回は海外出張という多忙な日々を過ごしていましたその日も出張先での一連の仕事を終えヘトヘトになりながら深夜発の日本へ帰国する便に 乗り込みました私の他に乗客は五六人いたでしょうかとても閑散としていました恵まれた話ではあるのですが当時は会社の計らいで私のような平社員でもビジネスクラスに乗ることができました ビジネスクラスでは席に座ると乗客一人一人のもとへ CA の方がウェルカムドリンクをトレーに乗せて挨拶に来ますそうして私の座席にも一人の女性が挨拶へ来ました以下この CA を A さんとします〇〇様 ご登場いただき、ありがとうございます。私、〇〇様のお世話をさせていただきます。A と申します。狭い機内ではございますが、ごゆっくりおくつろぎください。明るく上品な口調で、素敵な笑顔で、私に挨拶をする A さん。しかし、 次に、ウェルカムドリンクのグラスを私に手渡すとき、彼女の視線が私の顔の少し上ぐらいに移り、素敵な笑顔からほんの一瞬、眉を潜めた表情を見せたのを今でも覚えています。そして彼女は、どこか不安さが残る笑顔を作り、 ご用がございましたら遠慮なくお申し付けください。それでは失礼いたします。と言い残し足早に去っていきました。そうこうしているうちに飛行機は離陸。やがて機内食が運ばれて食事を済ませると照明が落とされ機内はお休みモードへ。 私は疲れていたのもあり、耳栓をし、座席をリクライニングにして、ブランケットをかぶり、すぐに眠りにつきました。どれぐらいの時間が経過したでしょうか。ふと目が覚めました。体が動きません。金縛り。 悲しりには今まで何度かあったことはあるのですが、よく怪談話に出てくる足元に女の幽霊が立っていたとか、上に乗っかってきて首を絞められたなどといった経験もなく、単に疲労から来るものでした。この悲しりもその類だろう。 頭の中は至って冷静でしたあの声が聞こえるまではお客様その声は女性でうめき声に似たものでした軽く 寝ぼけていたということもあり、最初は先ほどの A さんが悲しりにあっている私の異変を察知して声をかけてくれたのかと思いました。でも、おかしいんです。私がいるのは通路側の座席で、窓側の隣の座席は空席です。 その声のする方向は通路側ではなく誰もいないはずの窓側から聞こえてくるのです。しかも今私は耳栓をしているのにその声ははっきりと聞こえます。お客様背中を 汗がたらりと伝わってるのがわかりました。やばい、やばいやばいやばい。すると、窓側の座席の方から、ふーっと、徐々に女性の顔が私を覗き込むように、視界の左端から見え始めました。 その女性は、ニやー、と笑っており、胸元あたりまで姿を現したとき、私は気絶しそうになりました。彼女の首は伸びきっており、90度にぐにゃりと曲がっていました。制服らしき服装をしているんですが、 A さんが着ていた制服とは違いましたお目覚めですか私は目をぎゅっと閉じ心の中で昔仏教を信仰していた祖母が唱えていたお経を唱え始めましたかれこれ 数分は経った頃でしょうか。肩をポンポンと叩かれました。恐る恐る目を開けると、そこには A さんがしゃがんだ格好で心配そうに私を見ていました。あの首が曲がった女性は消えていました。 A さんはすべてを察していたかのような口ぶりで、大丈夫です。もう大丈夫です。お水をお持ちしました。と、ペットボトルのミネラルウォーターを差し出しました。私は水を一気に飲み干し、思わず A さんに訴えました。さっき首の曲がった女性が、 そこの席からすると A さんは周りに聞こえないように小声で次のように教えてくれました。十年ほど前、A さんが航空会社に入社する前のこと。私が出張先でいた国のとあるホテルで一人の CA が 浴室で首を吊って亡くなったそうですその女性にどんな事情があったのかまでは明らかになっていませんが A さんの会社の中では婚約破棄をされたのが引き金となったのではないかと噂されているそうです最後に余談ですが その A さんは、後に、私の妻となります。今では、あの時の首の曲がった女性の霊よりも、怖い存在です。 父先日夜中に父がうなされてるようだったので様子を見に行ってみると案の定ものすごくうなされていましたあまりにもひどいので父を起こすとお腹の上に 亡くなった一番下の弟が馬乗りになって何かを自分に言っていたが聞き取れなかった。どけと言ってんのにどかなくて苦しかった。と言いました。変な夢を見たもんだね。何かの暗示かもしんないよ。と、その時はそれで終わったのですが。 次の日の夜には、父の怒鳴り声が聞こえてきたので、またうなされてんのかな、と思い見に行くと、今度は目が開いていて、起きているようでした。大声で、何を言ってるんだあっち行けなどと言っていて、お父さんお父さんお父さんと呼びかけると、 はぁ、あ、いなくなった。なんだあれは。と。父は、外国人のおばさんがブツブツ何か言っていたけど、英語だから全くわからん。何を言ってるのかわからないから腹が立ってきて、あっち行けって言ってんのに、行かないんだよ。と、言っていました。 どちらもただの夢かもしれませんが、何年か前のお正月に別々の部屋にいたところ、いきなり、明けましておめでとうございますってさっきから言ってるんだから、ドア開けたらないかんだろう。と怒られたことがありました。私は父より玄関に近い場所にいて、そんな声は、 聞いていてませんなのでそのことを伝えるとそんなはずないと言って玄関へ行きドアを開けていましたがやはり誰もいなかったようで不思議がっていました他にもさまざまな不思議な現象が父には起きているんですが父は そういうものを信じていないので、夢か空耳か勘違いだと思っているようです。ただ、一緒に暮らしている私は、父から話を聞いたりするたびに、怖いなあ、と思うことがあります。 どうも皆さんこんばんこばは、ごま団子です。今回も誰でもオカルト話を投稿そして閲覧することのできる「ホラーホリックスクール図書館」より怪談話を3話読ませていただきました。はい、えー。どのお話も本当に興味深く読ませていただいたんですが、えー、3つ目に読ませていただいた「父」というお話、えー、特に興味深く読ませていただきました。はい いやあ、お父さん、かっこいいなーって思いましたね。うーん。ねえ、あの、幽霊に実際に会ったりとか、何かをされたりとか、話しかけられてるの、えー、話しかけられてる、してるのに、何言ってんだ、あっち行けとか言ったりとか。<laughs> ああ、かっこいいなーと思いながらね、読ませていただきました。うーん。ねえ。 あまり気にしない方なんでしょうかね、うん。まあ何かあっても、まあ勘違いか何かだろうみたいな感じで <laughs>、受け流してる感じがね、すごいかっこいいなと思いましたね。僕がお父さんと、えー、同じ立場だったらもう怖くてね。<laughs> えー、もう怖くて怖くてっていう感じでしょうけど、このお父さんは本当かっこいいですね。うん。なんか、えー、もうどっしりと構えてらっしゃるというかね。 えー、そんな感じでしたよねうん。非常に興味深いお話でした。<laughs> はい。ということで、えー、今回のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 えー、ホラーホリックスクール図書館への URL はこの動画の概要欄の方に記載してあります。誰でも分かるとお話を投稿そして閲覧することができますので、良ければぜひぜひ来てみてください。 はい。ということで、本日もここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。えー、この動画が少しでも良かったら、チャンネル登録、そして高評価ボタンをクリック、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。えー、そして、この動画の概要欄の方には、先ほどの、えー、ホラホリックスクールの URL とか、僕の新規解説した Twitter の URL とか貼ってあります。よければぜひチェックしてみてください。 ということで、ではまた次の動画、もしくは生配信でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみだ。